パーソナルトレーナーのゆうじです。今日はですね、僕がね、普段ね、トレーニング指導をしていてよくあることなんですけれども、筋トレっていうと、ウエイトを上げるって言いますけれども、そうすると、ウエイトを上げることばかり意識がいってしまう人が多いわけですね。だけど今日はいつも僕が言う、上げる方じゃなくて下ろす方のネガティブとかっていうそういう話じゃなくて、この上げる方にだけあえてフォーカスして話を進めていきたいと思うんですけど、どういうことかというと、ウエイトは当然上げなければ下げることもできないんですけれども、この上げるということだけを意識しすぎて、つまり上げすぎる人が多いわけですね。そこまで上げなくてもいいのに。というのは、僕のお客さんは40歳以上の人が多いわけですけど、ここのね、見てる人の中でも40歳、50歳以上の人が多いわけですけども、特に50歳過ぎたあたりになってきて、そのウエイトを上げすぎるということ自体が問題で、負荷を逃がしてしまって筋肉がつかないということが起きがちなんですね。すごいもったいないですね。やってるのにすごい無駄なことをしてしまう。無駄な時間を使ってしまうというので、ここでぜひ改善してもらいたいと思ってるんですね。その上げすぎというのはですね、おそらく20歳そこらであまり起きないことなんですけども、この50過ぎの体ではそこまで上げてしまうと負荷が逃げることが多々ありますよということなんですね。例えばです。例えば、ダンベルプレスの場合に、こうやって転びますね。で、ダンベルプレスこうやって上げていきますけれども、これを上げるべきものだと思って、こう上げちゃうと、この胸が落ちて、肋骨落ちて肩が上がるという、これになってしまうわけですね。で、これになってしまうと、当然胸がへこんでね、大胸筋の負荷は逃げてしまって、もうここではほとんど大胸筋であまり支えてない状態になってしまうんですね。つまり今の状態では大胸筋はもう半分以下の状態になってしまって、ここの前鋸筋という筋肉と肩の前の筋肉で支えて、負荷がかなりそっちに逃げてしまっている状態なので、筋肉がつきづらい状態になってるんですね。プラス胸を突き出して肩が後ろで、この状態で収縮するからこの厚みというのも出てくるんですけど、この状態でやってると厚みができないトレーニングになってしまうんですね。だからそれだとすごいもったいないということです。なのでまずね、どこまで上げるかというと、これ結構ね、腕を伸びるまでと思ってる人もいるんですけど、伸ばす必要がないということですね。どこまでかというと、背中のアーチを描いて、先日もアーチの話をしましたけど、お尻と肩がついて、肩甲骨がついて、肩甲骨が絶対上がらないところまでということです。肩甲骨が浮いてしまわない。下ろした時に今肩甲骨がベタッと押し付けられた状態。肩甲骨が押し付けられた状態を維持したままのところまで。だから、肘は伸びきらないし、今これ前腕が垂直のところですね。中に倒れたりしないということ。で、肩が絶対離れないところまでで、これ以上、実際僕もこれ以上上げないです。僕自身もこれ以上上げないです。で、この状態で、今このみぞおちをこう突き上げた状態のままで、肩も押さえつけてやっていくと、大胸筋に厚みを持たせるような収縮ができるわけですね。で、その押しすぎて肩が上がってしまうというのは、これをじゃあやめたらそれであまり上がらないかというと、今の僕が上げた高さでさえ上げてしまうと、こうなってしまう人もいます。で、それがなぜかというとです。なぜかというと、背中の収縮が足りないから。背中の収縮、そして背中の力が足りないからなんですね。だから、胸のトレーニングだけれども、まずしっかり背中のトレーニング、懸垂とかベントオーバーローというので、大胸筋の強さに見合った背中の筋力を上げていかなければ、これが負けてしまって出てしまうというのがあるので、まずしっかり背中の筋力も鍛えなければ、これを伸ばそうと思っても、後ろで止めとくものがないので出てしまうというのはまず一つ。それから背中のアーチをあまり描けてないので、今僕と同じところまで上げようと思っても、もう出てしまうんですね。だから背中のアーチを描けるような、しっかりと、こういうようなストレッチとかもしっかりやりながら、その形を維持できるような土台を作ってから伸びきらないところまでというふうにやらなければいけないんですね。肩甲骨が押さえつけられて、肩が後ろ、それで胸の収縮あるところまでで、どこまでって言ったら胸の収縮あるところまで。この高さがどこまでじゃなくて、胸の収縮だけあるところで終わりで、それが抜けてしまうところでは絶対上げないということね。で、そこまででありながらも、やっぱり今言った背中とか柔軟性という補助運動はやっぱりやっていかなければいけないということです。それから、ショルダープレスでも上げすぎは危険です。ショルダープレスもこうやって上げていくときに、自分でね、鏡を見ながらやっているときに、もうちょっとここまで上げたい、ね、上まで上げたいという思いがあると思うんですけど、上まで上げすぎるとどうなるかというと、上まで上げすぎると大体こうなってる。上まで上げすぎると体がものすごいこうなってる。ちょっとね、僕の体では表現できないぐらい、ここね、お腹出て腰が入って、ぐーっとなっちゃう場合が結構ありますね。もしくは上まで上がってる、正面から見て上まで上がってるの見えても腕が前に出てるとか、いうのが起きちゃうんですね。もしくは、反って体がこんなになってる状態なんですよ。で、そうすると当然のことながら三角筋の収縮はあまりないです。前の方だけちょっと収縮してるけど、あんまり三角筋は収縮してなくて、大胸筋で上げてるってことになっちゃいますよね。だからこれも、お腹をきちっと、かなりお腹のことを意識して、頭の中で半分お腹のことを意識して、ふっと固めながら、このこめかみの横のラインで上げるようにしていく。で、こめかみの横のラインで上げるようにしていけば、そしてね、のけぞりが出ないような感じ。横から見ると、のけぞりが出ないっていうのは横から見ると、ここの真上にもう肩関節がある状態ですね。これが後ろにずれた状態にならないで、骨盤の真上に肩関節がある状態でいきたいんですけど、それでいてお腹を固めてやっていこうと思うと、大体ね、これぐらいしかいかないです。耳の高さからこれぐらいしかいかないです。やっぱりね、これもね、三角筋が収縮しないんですよ。三角筋が特に50歳を過ぎた人の場合、もうとにかく収縮しないです。だからね、収縮できないのに、上まで上げようと思っても上がらないので、もうここからこのぐらいでいいですよ。で、これもですよ。これも正直言うと僕は収縮できるのです。実際。で、収縮できない人がやっぱり多いので、そうすると、どこまでかというと、正直今僕はここまでっていうのはちょっと言えないです。というのも、自分の三角筋が収縮したところで終わり。どこまでかというと、このね、この三角筋の全部とチューブの前のあたりが、ギュッと詰まった、ギュッと詰まり感があるところに行ってほしくて、これがギュッと詰まったところが正解で、そこまでなんですよ。それが、今ね、僕がやったらここまで。で、これがこのぐらいでもいいんですよ。だって自分はそこまでしか収縮できないから。それを無理してやろうと思うと絶対崩れちゃうということね。今はそこの収縮できるところまで良くて、その収縮できるところを、今はね、これがね、このぐらいしか収縮しないんですよ。ここまでいけなくて。で、これをここをグッグッグッと押してあげるような練習をしていくということ。上げるのは目的です。ここがギュッ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 縮まる方向をやり続けると。そうすると、だん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 縮まるようになってきて、ここではなく、この辺まではいけるようになるということなので、そこを追い求めていった方が肩の筋肉しっかりついていきます。そしてサイドレーズも同じです。サイドレーズも一番上まで上がっても多分ここまで。水平までが一番上。なんですけれども、水平まで上まで上げられる人って正直少ないです。試しに皆さんが1キロか2キロだけ持ってサイドレーズやってみてください。正しい方法でね。で、ここは出ない。お腹が出たり、のけぞったりすることはなく、かかと重心のままやってみてください。どこまで縮められるかです。まあもしくはこうやって持ってなくてどこまで縮められるか。これが結構やっぱりね、ここまで、今僕これね、目いっぱいなんですよ。これ以上上げることはないですね。だけど、これでやっても、このぐらいの人って結構やっぱ多いんですね。さっき言ったように、ここの三角筋は収縮しないから。だから自分の三角筋は収縮しないので、それ以上求めると、まあ無理ですね。できないです。だから、やるのであれば、本当に自分の三角筋が収縮するところまでで収縮を追い求める。どこまで収縮できるかを追い求める。これが崩れた状態とか、崩れた状態にならないように、三角筋の今度はチューブがこうグイ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 縮むところを目指してやっていくということ。で、これを続ければ縮められるようになってきますから、縮められるところまで、それ以上いかなかったらもう終わり、縮められるところまでっていうふうにやった方が実際には肩の筋肉しっかりついてきます。まあこれについては補助運動としてはやっぱり自分が10回ギリギリという重さではなくて、1キロ、2キロというダンベルでここ収縮という練習をやっぱりしていかなければ、これがいつまで経ってもこのぐらいまでしか収縮できなくなってしまうので、それはね、補助運動をね、やりながら収縮できるように練習をしていってください。今度はですね、上げすぎじゃなくて、今度下げすぎというのがあるんですよ。下げすぎも負荷をどんどん逃がしてしまいます。デッドリフトをやっていくときに、どこまで下げるかというのを、なんか多分これも鏡で見てると、ね、膝の下のどの辺まで、この辺まで下ろしたいという、ここを目安、ダンベルを目安にすると、これも間違っちゃいます。ダンベルプレスなんかと一緒。ダンベルをどこまでという目安ではないです。どこまでかというと、でっちりをして、腰を反らして、背中反らして、腰の反りが維持できるところまでなんですよ。まあ、僕はこのぐらい。重い重さだってもこのぐらいです。で、これがそもそも腰の脊柱起立筋があまり収縮しないので、これをやってって、だいたいこの辺に来ると、うーっと丸くなっちゃう人が、やっぱり50過ぎると多いわけですね。だからそれが収縮、これ以上いったら収縮できないのであれば、ここで終わり。無理にここまでやる必要ない。これをここではないですよ。自分が収縮できるところまで、これが負荷が逃げて伸びてしまうようなところまではやらないということ。だから自分の腰を感じながら、どこまできちんと収縮した形でいけてる。あ、これ以上いったら崩れそうと思ったらもうそこまで。その繰り返しでいいですよ。その形で10回できるような重さで、まあそれ練習をしていくと。そうすると徐々にそのね、いつもこの収縮をしっかりね、確認しながらやっていけば、まあ次第にこれも収縮できるようになりますので、絶対にここを無理をして下げすぎないということ。まあ、あとは同じパターンで、スクワットも下げすぎると負荷が逃げてしまいます。下げすぎない。これもね、スクワットをね、まあ、バーベルでもいいです。何も持ってなくてもいいですけど、まあ、バーベルね、ジムでやったりすると、下げるで、ももをできるだけ水平近くまでとは言いますけども、できるだけ。まあ、水平近くできつくてあんまり下がらないってもあるかもしれないですけど、下げるって下げようと思うと腰が丸くなっちゃう場合もある。まあ、腰もしくは背中が丸くなっちゃう人結構多いです。これも脊柱起立が収縮できないから。だからスクワットもどこまで下げるかというと、このデッチで脊柱起立が収縮しながらももが下げられるところまで、これ以上下がったら丸まってしまうんであれば、ね、腰がこう引っ張ってしまうのであれば、収縮できるところまでで終わりにしないとダメということですね。だから、まあ、これは、まあ、もちろんね、スーパーマンをやったり、そのデッドリフトにも収縮するところ練習していけば、まあ、できるようになるんですけど、もう一つは、もも裏が硬いと、もも裏ハムストリングが硬いと、降りるたびにこれが引っ張って、これ引っ張っちゃうから骨盤が丸まっちゃうっていう風になるわけですね。だから、ハムストリングのストレッチにも、普通に前屈とか、まあ、そういうのをしっかりやって、ハムストリングを伸ばせなければいけないので、補助運動をやっていく必要があるということ。まあ、あとは、どうしても今現在、やっぱり結構すぐに腰が丸まって、っちゃうのでスクワットができないという人は、今の間は足幅を少し広めにしてください。このぐらいの肩幅ではなくて、肩がもっと入って、ちょっとワイドまでいけない。ワイドってこれぐらいですね。ワイドの中間ぐらいのちょっと広いぐらいのところでやっていくっていうふうにすると、まだ維持できますので、しばらくはそれでもいいかと思います。だけども、脊柱起立が収縮できるように、そしてもうハムストリングスをストレッチをしていく。まあこれはね、必ずやっていてください。はい。そんな感じでね、50を過ぎると、上げすぎとか下げすぎというのは危険になっています。それをやっていくと、負荷が逃げてしまって筋肉がつかないというね、時間の無駄になってしまうんで、ここはね、気をつけて、自分のこの感覚、それも頼りにしながら間違えないように、ぜひやってみてください。そこのところを正しくやってるのが、しっかり正しく筋肉ついてかっこよくなっています。頑張っていきましょう。はい。チャンネル登録もよろしくお願いします。インスタなどもやってますので、フォローよろしくお願いします。パーソナルトレーナーのゆうじでした。